三遊派とは、情報落語の諸派。歴史上以下の二つが存在する。明治から大正まで存在した、何は三遊派。1948年から翌年にかけて存在した、何は新生三遊派。1874年の初代、カツラフミ後、カツ文蔵との後目相続争いに敗れた二代目、カツラフは、カツはじめもおさり、久しく耐えていた、定合。 月帝を名乗って活動していたが、1893年10月、兄弟弟子の二代目、ソロリ新左衛門、同門の二代目、桂文ラを治むが三代目正福帝昇格、初代、正福帝福松らと語らい、大阪市南宝前寺北川の勾配帝を本拠とする、何和三遊派を結成した。会長には二代目新左衛門が就任した。中心人物の一人だった。 初代福松が陽気な芸風だったこともあり、三遊派の多くの落語家は派手な滑稽話を得意としていた。また色物も,も積極的に取り入れていた。さらに、当時東京落語の一大勢力を形成していた東京寄せ園芸株式会社と提携して東京の寄せにも進出した。拠点定石としては、勾配亭のほか、平野区のこの花館、北新地の永楽館、 折江の賑やか皇帝などがあった。とりわけ賑やか皇帝は、石帝の藤原重助が三遊派の世話役的な存在を務めたこともあり、勾配帝に次ぐ重要拠点であった。1906年の藤原の仕置きに桂派と和解、桂三遊両派大合同工業を行った。しかし1910年、 上本町、不奇跡石定の岡田正太郎が、何は落語反対派を旗揚げし、同年に二代目新左衛門が引退したことから次第に、彗星に向かう。三遊派は勝浦派を吸収しながらも反対派に対抗していたが、拠点上席が吉本大蔵、政府再率いる加月派の買収構成に遭い、1921年の岡田の死後、吉本が、 反対派を引き継いだことで、体制は決し、翌1922年、過月派に吸収された。2017年度下期の NHK 連続テレビ、小説、ワロテンカに登場する伝統派が率いるは、三遊派をマージュしているとされる。太平洋戦争後、大阪には常設の演芸場がない状態だったが、1947年9月に、 小畜の白井松次郎の決断により映画館を改装する形で恵比寿橋小畜が会場し、ここに主な情報落語家が結集した。しかし、恵比寿橋小畜で番組編成にも大きな影響を持っていた漫談家の丹波家キューリマルと落語家の中心だった古代目小福亭小角との間に格質が生じる。 キューリマルは、昇格の羽振りがいいのは支配人と結託しているからではないかと持ちかけた二代目、桂春男児と相談して、昇格を追い出しにかかろうとしたの証言。キューリマルが自分のひいきの女性漫才師を大割りで優遇したことに、他の芸人から反発が出て、それに起こった昇格がキューリマルに編成から降ろすと発言したことも対立を助長した。 六代目昇格によると、キュウリ丸リマルは、反昇格派を集めて、連盟の欠板状を作り、恵比寿橋ス昇区の運営側に、昇格がやめるねやったらええけども、そやなかったら、私らがやめさせてもらいますと迫った。1948年3月1日、京都市新京国の復帰が寄せとして開場し、関西では恵比寿橋ス昇区に次ぐ演芸場となった。 これを契機にキュウリマルヤ、ハルダンジラは、エビスバシ小畜を脱退し、何は新生三遊派を旗上げした。何は新生三遊派に加わったのは他に四代目、カツラを治む、四代目、カツラを治む、四代目、カツラ立花の窓かと、二代目分の家賢、立花の野小園ふらであった。四代目、文江の弟子であった、カツラあやめは、 昇格について勉強したいと申し出て、文江と昇格が相談した結果、何は新生三遊派には加わらずに、恵比寿橋地区に残ることになった。二代目春男児は、寄席が増えてきたら、吉本さんが手を出し張るやろう。そうなった時、もう芸人の泣かされる、中間作手は許したくない。東京のように芸人は、芸人同士で手を握ろうという考えを抱いて、参加したという。 何は新生三遊派は復帰及び、神戸市兵庫区のヨセぬパレスを中心に、大阪や名古屋など、複数の劇場を拠点とした。なお、キューリマルは正式な旗揚げ以前から、会派としての実態がない状態で、何は新生三遊派の名称を、エビス橋小地区以外での工業に使っていた。しかし、六代目昇格によるとキューリマルが、相変わらずお女子にうつつを抜かしていることもあって、 トラブルが頻発し、参加した芸人が少しずつ、エビス橋地区に戻っていったという。この状態で、若手落語家の集まりだった、さえずり会が、その講演者からの命を受けて、関係の修復に動き、昇格の実施である、昇復帝光鶴、春団児の実施である、桂小春がそれぞれ、親を説得した。この後、昇格、春団寺に仲介役の二代目、 極道南両から説得を受けたを加えた三人の話し合いが持たれ和解に至った。1949年4月23日、両派が合同した関西演芸協会が設立された。このように分裂は短期間で収束したが、再び、エビス橋小畜の番組に復帰したキュウリマルは五代目、昇格の没後に分裂時に同調しなかった桂ツラアを、 恵比ス橋ス地区から締め出す、異種返しを行い、あやは一旦歌舞伎に行くことを余儀なくされた。ありがとうございます。